お、どうも、こんばんは、としきです。はい、というわけでちょいと早いですけどね、始めちゃいたいなと思います。まずは、あ、一人いらっしゃってますね。どうも、こんばんは。リスペクトフォーファナティッククライシスへようこそってことで、7月8日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。まあここ最近のそのいろんなことはちょっともう置いといて、楽しくやっていきたいと思います。今日もですね、ファナティッククライシスをこよなく愛する皆様と共にですね、楽しい時間を過ごせたらと思っとるわけですが、今日はですね、かねてから言ってたような気もするんですけど、ちょっと2003年のね、ちょっとアルバムネバーランドを中心に、今日はちょっと2003年にリリースした曲だけをチョイスしてちょっとやっていこうかなと思います。本当はいろいろ喋りたいこととか、あー、ピックが落ちた、緊張してます。いろいろね、ちょっと雑談したいこともあったんですけどね、いかんせんやっぱ曲を多くやりたいなという思いがありまして、お気づきですかね、今日バスクリーンはここなんですけどね。あ、このバスクリーンがね、とうとう空っぽになったんで、来週から新しいバスクリーンに変わります。まあ、来週以降のお話はまた後々させていただくとしてですね、今日はほら、もう分かるかな、もう何もないんですよ、ここに何も。もう水もここにちょっと置いてるだけでね、前回ちょっと歌詞カードをなくしてしまったっていう話があったのを皆さん覚えていらっしゃいますかね。もう今回も何もなしでやります。多分何もない方がなんか伸び伸び歌ってる気がしたので、今日もうろ覚えな歌詞とともに伸び伸びとやっていきたいと思います。じゃあちょっと久しぶりに今日はね、リバーブなんかも焚きつつ、バスクリーンの取材に気づかなかった。ここね、まあ主張しすぎないでいきますのでね。では、まずはあんまり皆さん覚えてらっしゃるかどうか分かんないですけど、この曲からインスト曲を久しぶりにやります。アルバムネバーランドの1曲目ですね、エバーランドをやってみますね。続けて聞いてください。イントロドンですね。これはいいところに猫さんが来た。もう今この曲はあなたのためにやると言っても過言ではない。誰かが生きた
にあるもの、生きたるすべて夢じゃない世界でした、続けていきます。よいしょ。続けて、2003年第2弾シングルということでムーンライトをやります。君とあの日見た未来戻れない。
記憶うーんってね。ありがとうございました。ムーンライトでした。こんな感じで、今日は2003年の曲ばっかりやりますよ。もうサクサクいきたいので次はですね、アルバムネバーランドから、前回かな、前回か前々回かちらっとコメントにも流れてきたような気がするんですけど、地下鉄のメロディーをちょっとアコースティックでどうなんだろうって思いながらやったんですけど、ちょっとやってみます。ネバラン基本爽やかですよね。なんかね、夢じゃない世界で始まってるのとそのローリングストーンでこう結構重い感じのアルバムかなと思いきや、意外と結構後半はサクッと聴ける感じで、ね、個人的にはあの盤面がストームだったんですごくラッキーだったようなそんな思いでもあるんですけど、ではでは次の曲はですね、同じくネバーランドから、表題曲のネバーランドを、お待たせいたしました。とうとうカバーする時がやってまいりましてですね、家で練習してたけどどうもこんなんで大丈夫なんだろうかという不安を抱えたままやるんですけど、ちょっとねアレンジが固まりきってないので、どうなるかなって感じなんですけど、ではいきます。
その目を疑わない、真実が見えるまでずっと Way of the difference、 聞いて大事なものはいつだって自覚、たとえ離れててもずっと君の心にそれは存在して、それは年を取らず、それは普遍の命、何を恨むの、黄昏のフラワー、 yeah, 僕はあなたを迎えに来た、カウントを取ってたら歌詞がスーンってあっちに行っちゃった。いやネバーランドでした。こんな感じですごい緊張しましてですね、すいません、またあの頃の記憶が蘇りました、ありがとう。っていうかあれですね、なんか初見さんがいらっしゃってるみたいですね。初見さんがいらっしゃってるのか、なんとありがとうございます。いらっしゃいませ。ファナティッククライシスのカバーばっかりやってる人です、としきっています。よろしくですね。どちらからいらっしゃったのかはちょっと定かではないんですけども、はい、いや嬉しいですね、なんか初見さんが来ていただけると。今日は2003年の曲ばっかやってますよ。ファナティック知らない人だったらごめんなさいって感じですけどね。今聴いても歌詞に新しさを感じる。いやなんかこの曲面白いですよね。まあ個人的にはいつもカラオケ行ったら大体1曲目これを歌ってこう喉を鳴らしていく、まあ、そんな個人的な話はいいんですけどね。じゃあネバランの流れでメイドインブルーいきます。¡Gracias!
ってばかりじゃつまんないだろう。目を伏せてばかりの昨日に、バイビー、例えば世界で一番不幸な出来事が僕に降りかかったとしても、君は笑ってて、バイビー、青く深い海の中、たどてな鎖で縛られてても、脱出してみせるから、バイビー、すべてあるがままベリンブルー、君の腹を滑る指に七割目空ごとを描いたとしても、バイビー、すべてここから始まり、ラブリンク越えたどり着く先のぬくもりが教えてる、いつか世界の終わりが毅然と僕らは僕らで荒れるように、バイビー、青く深い海の中、どこか君と抱き合うために、僕は生まれてきたのだから、ちょっとコメントにチラチラ目が行ってしまって、すいません、なんか集中が、ごめんなさい。あ、ファナティックご存じなかったんですね、すいません、オリジナルかと思ってましたということで、いやいや、ありがとうございます。オリジナルもやってるんですけどね、基本的にはあのファナティッククライシスっていう、あのもう解散してしまったんですけど、あ、ちょっとアキコさんのコメントにもありますね、ファナティッククライシスっていうロックバンドのカバーを基本的にやらせてもらってまして、YouTube にね、僕の YouTube はあのニコ生のあの説明文のどっかに僕の YouTube のサイトが載ってるかなと思うんですけど、まあ、そこ行っていただければ、あの僕がカバーした音源がたくさん、もう自分の曲かのようにいっぱい上げてるっていうね、なので、まあ、あのそちらもあの聞いていただきたいなと思います。でオリジナル曲も何曲か上げておりますので、またあの興味がありましたらね、ぜひ聞いていただいて、ぜひともあの今後もこう聞きに来ていただけると嬉しいなと思います。あのね、こうやって毎回最近はね、ちょっとあの日曜日にずっとこうやってたニコ生を今月からなんだっけ、平日とか土曜日とかいろんな週にやろうかなと、フォローします。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。あのたまにファナティック以外の、例えばねグレーだったりとか、この間だったらサザンとかもやったのかな。で、ちょっとまあボカロ曲最近のやつちょっと知り合いから聞いてやったりとか、まあ、いろんなことやってますんでね、あのあんな曲聴いてみたい、こんな曲聴いてみたいは、あの臨機応変に対応しますので、リクエストとありましたらね、またよろしくお願いいたします。ふう、今日はもうヘロヘロですよ、飛ばしすぎてね。つうわけで、いや、なんか嬉しいですね、嬉しいですね。あと、なんか鎖骨セクシーですねというね、この鎖骨セクシーですねが来てますけどもね、いつだったっけな、だいぶ前のね放送で、なんだろう、こう鎖骨フェチさんがいらっしゃったんですよね、見てる方で。ああ、なるほどねと思って、じゃあ夏になったらちょっと小出しにしていこうかなっていう、はい。リクエストどうやるのか未だに知らないです。ああ、別にね、なんならもうこのコメントに残しておいてもらえば、僕後日拾ってメモしてるんですよ、ちゃんと皆様のコメントいただいたやつはメモして、こう、あ、この曲聴きたいんですねっていうので、じゃあちょっとやってきますさーっていう感じでやってるんですよ。なので全然ここに
かあの流していってもね、全然脈略ない話の中に突っ込んでてもうても全然それは構わないんで、ね、コメントは自由に、はい、誹謗中傷じゃなければ何でも大丈夫です、はい、ありがとうございます。コミュニティフォローいただきましてありがとうございます。はい、つうわけでですね、ちょっと次は変わり種、この曲はね、初見さんがいる中でこんなドマニアックな曲をやるのはすごい気がしてるんですけど、練習してきたからにはやらざるを得ないということで、シングルブルーローズのカップリングの、コードネームバタフライ、これをですね、あのだいぶ前からやれやれというお言葉をいただいておりまして、ようやくこうアコギの腕も上達してきたこの中でようやくちょっとやってみようってことで、じゃあちょっと歌詞覚えてないですけどね、やってみますね。コードネームバタフライ。バタフライでした。ちょっといろいろゴニャゴニャってなっちゃいましたけどね、その辺はあの平常運転ということで、はい。この曲もね、歌詞覚えられないシリーズの一個なんですよ。全然覚えられないですよ。めっちゃ短い歌詞なんですけどね、何なんでしょうね、まあ頭悪いんでしょうねいや、なんか初見さんもパチパチいただきましてありがとうございます。人柄が良さそうということでですね、ありがとうございます。それを売りでやっております売りにしていいかどうか分かんないですけどね、なんでしょうね、お客様は神様です、精神でやらせてもらってますんでね、その鎖骨だ。ラブモンスターかちょっともう一曲だけやってからちょっと考えさせて、とりあえず2003年シリーズラスト曲は、ちょっとバラード一曲挟みたいと思います。
本人もよく歌詞飛んでなかったっけ。そもそも本人が歌ってた記憶があんまりなくてですね、この曲、つとむさんね、ライブで歌ってたっけ。人柄を売りにしてましたいや、なんでしょうね、こうやっぱりこうね、人前で歌わせていただく、こうなんでしょうね、こう演者としてね、まあ、演者って言っていいか分かんないですけど、やっぱりこう誠心誠意と言いますかね、こう歌う時ってやっぱこう心を込めるもんじゃないですか。まあ、その人に対してね、言葉を伝えるという意味ではやっぱりそういう日頃の行いだとかね、そういうのは大事にしていきたいなと、常々思ってるわけですよ。音楽を続けていくうちにそういうことを学んだんですよなので、これからも皆様とのこう何でしょうね、縁というかつながりをね、大事にやっていきたいなと思いますので、今後ともよろしくです。では、次の曲ですね、流星群という曲をやりますので聴いてください。夜の果て旅人は星空を見上げ、泣いている、人知らず、thank you.
はい、流星群のカバーでした。ありがとうございました。いや嬉しいですね。嬉しいです。ありがとうございます。いや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 、いいですね。はい。さあ、ラブモンスターのカバーということでですね。覚えてっかな。ちょっと復習、1分だけ復習させて。ああ、できねえ。気がするので、ちょっとやってみます。イントロはちょっとしくじるかもしれない。いきます。あーあなりゆき
ンスターでした。ありがとうございます。即興にしてはできてた方だと思います。長らくやってませんでしたもんね、この部分もね。では、時間的にぼちぼちラストかなというところなんですが、まあ、ちょっと初見さん向けにはですね、ちょっと説明しておいた方がいいと思うのでお話しします。この枠ですね、リスペクトフォーファナティッククライシスという、まあ、ファナティッククライシスのことが好きで好きでたまらない私が、好きで好きでたまらない人たちとこうワイワイやってるんですけどね、まあ、それがどん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 こう派生していって、いろんな曲をやらせてもらうことにもなったんですけど、毎回、ライフという曲でエンディングを飾っておりましてですね、過去の YouTube、 だいたい YouTube じゃない、ニコ生のやつを YouTube に後からアップしてるんですけど、もうほぼ全部最後はこの曲で締めてるということでですね、この曲にはこうファナティックのファンである我々はすごく勇気とか元気とかね、そういうのをいただいてる曲なんですけど、まあこう歌い継いでいくことでね、こう明日への活力になればいいなと思って、歌わせていただいておりますけども、今日も心を込めて歌いたいと思います。では、エンディングトークをちょっとだけしたいので早めにラスト曲いきたいと思います。では聴いてください、ライフ。未来へ果てしない未来へ。
続け。メガネを外すのを忘れてしまいましたね。ありがとうございました。まあたまにはメガネありでもいいんじゃないですか。はい、というわけでライフでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、すいません。いや、もう勘弁してくださいよ。あれですよ、僕はあの前も言ったと思うんですけどね、あのシングルタスクなんて、あのいろんなこと同時にできないんでね、メモリフルでもうパンパンです。はい、よいしょっと。いい歌だ。ツタヤにファナティック置いてますかね。いやー、どうかな。渋谷店ならあるかもしれないですけどね。まあでもね、ファナティッククライシスで YouTube で検索してもらえれば、結構誰かしらが勝手に上げた PV とかが出てくるのと、あとね、ファナティッククライシスで検索すればね、漏れなく6、7番目ぐらいに僕のカバーが出てきますとか、最近知ったんですけどね。弾きながら歌うってだけですでにシングルタスクじゃない件について、いや、なんでしょうね、一応そのシングルタスクでもこうメモリーがちょっと積んでれば一応できるじゃないですか。そういう感じですよ。あのシングルタスクっていうか、なんでしょうね、デュアルコアじゃないっていうね。やめよう、そういう話は。もうやめよう、やめよう。違うんだよ、そういう話をしたいんじゃないんだよ。検索してみます。ありがとうございます。ぜひぜひね、今でもそのボーカルの石月勉さんはですね、ソロで、活動されておりますので、そちらの方もね調べていただけるとありがたいなと思います。我々ファンとしてもね、勉さんのことを好きになっていただける人が増えればそれはそれで嬉しいのでね、皆様とこうよりいっぱいいろんな曲をね共有するこういう場なのでよろしくお願いします。おっとっと、スタジオから出なさいコールが出てしまいましたので、次回から放送日が変わります。平日と週末、石月です。石に月、お月様の月ね。で、勉は努力の道です。それで検索していただけると、はい。断捨離すると無駄なメモリ消費が、ちょっと放送日のご案内をいたします。来週はなしで、次は18日、次は18日です。確か、水曜日だったかな、水曜日だったと思います。また、やりますのでよろしくお願いします。ちょっと平日派の人たち向けになると思うんですけど、まあ今日来てる方もまた時間があれば、見に来てください。というわけで、ちょっとバタバタしてしまいましたけども、今週もありがとうございました。ちょっと今月からいろいろ挑戦することがいろいろ増えてきますんでね、ちょっとね、日曜日の方は来月までお預けになっちゃうんですけど、また、やりますのでお楽しみにしてください。ではまたお会いしましょう。としきでした。さよなら。